ゆるキャラさんたちどうぞステージに上がってください。東京都からやってきてくれた資産防衛隊パトナルレンジャーのレッド、そして愛知県からやってきてくれたテニーとテオとピーティーと、そして東京都からやってきてくれたハットニャンの登場です。ここで PR ステージのルールを改めてご紹介いたします。各団体さんには PR ステージの時間として2分間という限られた時間で、ゆるキャラの PR はもちろん各団体の紹介を自由にセンターマイクで行っていただきます。私の PR タイムスタートの合図から計測させていただきますので、時間内で目いっぱい PR してください。30秒前に音が鳴ります。そして東京都から来てくれたテニスコートの妖精タウテニくん、あ、タウテニくんいなかったですね。ということで1つ目の団体さん、どうぞセンターマイクの方に進んでください。持ち時間は2分間、最後の30秒になりましたら音が鳴ります。2分間目いっぱい PR してください。ではマイクの方に近づいていただいて、スイッチ入ってます。では、北海道の北広前 PR タイムスタート。皆さんこんにちは。北海道は北広島市というとこから来ました。ワルニャンゴです。そして綺麗なお姉さんたち、では PR をお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日は名古屋からトヨタカローラ名古屋 GR ガレージ日清竹根山のお友達カロニャーゴとワルニャーゴを連れてきました。はい、私たちはカロニャーゴワルニャーゴ応援隊の千代田由衣です。目元まどかです。カロニャーゴワルニャーゴは人間界とは違う次元から来た猫の姿をした妖精なんです。もう人間界のかっこいい車がたくさんあるのを見て、猫の妖精界から飛び出してきちゃったんですって。今は2人ともみんなに笑顔と幸せを届けるために日々活動しているそうですよ。では私からカロニャーゴの紹介をさせていただきます。カロニャーゴは車をこよなく愛する整備マニア。カスタムの知識は猫の妖精界ではナンバーワンなんですよ。はい、それではお隣のバルニャーゴを紹介したいと思います。バルニャーゴは普段猫カフェで常務取締役をやっているんです。実は結構偉いんですね。チャームポイントはサングラスとあごひげ。夜はクラブでダンシングオールナイトで踊っているそうですよ。すごい上手ですね。はい、そんな踊りが上手なワルニャーゴと整備マニアのカロニャーゴはこの後投票所の向かいにあるブースにいます。そこにはなんとカロニャーゴのデモカーも展示してあります。はい、ちゃんと実はワルニャーゴのデモカーもあるんですよ。名古屋のお店にあるので、皆さんぜひ名古屋のお店に遊びに来てください。あとブースには可愛いグッズがあったり、オリジナルのスタンプでしたりですとか缶バッジ、あとチャリティーチェキティーホルダーも作れちゃうので、ぜひ皆さん遊びに来てください。というわけで、みんなの幸せをとっても願っている GR ガレージ日清竹根山のカロニャーゴワルニャーゴの投票をよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、愛知県のトヨタカローラ名古屋からやってきてくれました。後ろの綺麗なお姉さんたちもありがとうございます。あら、まだ全然いけない、まだ全然いける、いける、いける、もっともっといきましょう。皆さん、こんにちは。こんにちは。OK、いける。はい、ありがとうございます。高知県高知市播磨屋橋より来ました、高知市観光 PR キャラクター土佐健美です。よろしくお願いします。になれますか。あ、どうしよう、播磨屋橋の方があの知名度土佐健美よりなかったりするんでしょうか。あと30秒しかない、どうしよう。はい、播磨屋橋なんですけども、はい、あの本当に小さい船ですよね。そう、これあの土佐健美の頭の上に乗ってるんですけども、はい、こちらの方の橋の上でね、すごいがっかり名所なんですけども、月 1,2 回ぐらいお散歩しております。はい、観光客の方を喜んでいただくために土佐健美こうやって日々腹筋したりなんだして、はい、頑張っております。はい、で今回ですね、土佐健美ゆるキャラグランプリいきなり出ることになったんですけども、投票していただくと思っちゃった。本当に言いたいことはたくさんあったのでしょうが、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、高知県の播磨屋からやってきてくれました土佐健美でした。